皆さんこんにちは、キリのパパと一緒ほんわか育児相談室です。今回はこちらのママさん YouTuber の方からご質問いただきました。はい、キリのパパに質問です。今私には2歳イヤイヤ期の娘がいます。でなかなか言うことを聞いてくれない時に、お兄さんがいるよ、お兄さんがいるよとつい脅しのように叱ってしまいます。お兄さんを使っていいのかなって、迷いながらもまたまた、繰り返し繰り返し使ってしまいます。この方法を抜け出す何かいい方法があれば教えてください。イヤイヤ期、本当に悩んでいるパパさんやママさん、たくさんいらっしゃると思います。今回はイヤイヤ期の対応についてお話しさせていただきます。まずはイヤイヤ期はだいたいね、2歳頃から3歳頃に見られます。これはだんだんとね、子供の自我が発達して自己主張が激しくなってね、全部自分でやりたいっていう時期なんですね。自分の周りで何が起きてるのかね、自分で考えて自分でね、こう理解したいっていう時期です。この時は本当にね、何でも自分で自分で自分でっていう風に思っちゃうので、子供はね、だからちょっと大変な時期ですよね。その場しのぎであれば、お兄さんが見てるから一緒に片付けようよとか、そういうね、子供に寄り添うこう言葉であればいいのかなと思うんですが、これではなんでお片付けしゃんなあかんのかっていう真意がね、伝わらないのかなとちょっと思います。どうしてもこうお兄さんが怖いから片付けようっていう気持ちにね、子供はなっちゃうのかなと思います。そうならないためにもね、この時期の乗り越え方は子供に選ばせてあげることです。もう何でも子供に選ばせてあげてください。選ぶっていう行為はね、子供に自尊心を与えます。これがね、うまくいくと、認められた、自分で選んでいいんだっていうね、気持ちでね、すんなりとね、前に行くことが多くなります。別の回でもね、少しだけちょっとお話しさせていただいたんですけど、ここでの選択肢はね、ぜひ2択に絞ってあげてください。あまりね、選択肢を増やして、これにする、これにする、やっぱりこれにするっていう風にしても、なんせね、相手はね、子供ちゃんですからね、選びきれずにね、いやいやいやっていうのがね、ちょっと発動する可能性が上がっちゃいます。選択肢を絞ることで子供が選びやすくなるし、次の行動にね、移りやすくなると思います。で、もう一つポイントなのが、ですね、ここでの選択肢はね、同等のものを2つ用意してあげてください。分野の同じ質問ですね。例えば、さっき言ったお片付けの話やったら、ブロックと塗り絵を比べて、ブロックからお片付けする、持っていく、それとも塗り絵から持っていくっていうのをね、聞いてあげてください。おやつだったら、クッキーとおせんべい、どっちがいいってこうね、見せてあげてね、こう比べさせてあげるのが一番納得するかなと思います。僕も娘のおやつの時間は、何でもね、自分で選べるように選択肢を与えてます。絵本とかもね、何でももう自分で選べるようにちょっとこう工夫してます。子供の選択や子供の判断をね、尊重してあげることで、やる気が育ってね、自分でできたことが自信につながります。自分が認められているとね、感じることができたら、自我が安定します。そうしてね、自分に自信が持てるようになってくると、いやいやっていうね、頻度もね、だんだんと減ってくると思います。子供の理性が育ってくるね、3歳から4歳ぐらいになって、自己主張と自己抑制のね、バランスが整ってくると、だんだんと楽になってくるので、もう少し一緒に頑張りましょうね。イヤイヤ期はね、子供にとって大事な成長過程です。誰もが通る道です。僕の娘もね、最近いやって言えるようになってね、ここからイヤイヤ期が始まるんやなっていう風に覚悟を決めたとこです。子供にイライラしたりね、疲れたりすることもあると思います。当たり前ですよね、僕たち親もね、人間ですからね。まあそんな時はね、深呼吸をして、子供が寝た後からでもね、自分の好きなことをしてね、なんとか乗り切りましょう。皆さんいかがでしたか？感じたこと、思ったことと、ぜひコメントで教えてください。ここ見て、ここほらほらほら
まだまだ僕も勉強することばかりですが、一緒に育児頑張っていきましょうね。それではバイバーイ。ほらバイバーイやで。バイバーイ。